はいどうも、ヒョードルです。デジモンストーリーサイバースルースハッカーズメモリー続きをやっていきたいと思います。前回シスタモンのクエストをクリアして、で、報告ですよね。はい。メモリーアップももらえたし、ウハウハ。で、強がりハッカー、サトルを討伐せよ。これなんか調査で出たやつですね。デジモンたちがブラックリストのハッカーを見つけてくれたわ。これなんかまあせっかくだし行ってきましょうかね。どうやらアンダークーロンレベル3にいるようね。あなたの力が今こそ試される時よ。ミレさんはもうなんか、なんだろうね、この思わせぶりっていうか、一文を添えてきますね。この間ハッカーなのにビクビクしたやつ見たな。新人ハッカーってやつかもね。生きっちゃってるやつだ。ちょっとやっとくか。オッケー。で？ああ、あそこからもうエデン行けんだ。あれ、アンダークーロンレベル3だっけ？クーロンレベル3だっけ？どっちだったかな？もうド忘れした。動画見てる人アホかってなってると思うんだけど。え、クエストとか見れなかったっけ？プレイヤー、あー、ないなー。合ってたっけなー。あ、いますね。奥にびっくりマーク。あぶねー。サトルくんかい？なんかジョジョ立ちっぽいのがなかなか強がり感出てますね。なんだこらー。いやいやいや、やんのは、うん、受けて立つぞあ、モノクロモンじゃん。いいね、かっこいいね君。そういえばこれあれだな、なんか土系で固めたまんまかな。パーティーがちょっと入れ替えた方がいいかもしれない。モノクロモンもね、いいですよね。これもなんだろうな。プレステのデジモンワールドにも出てたっていうのと、絶対レードパンチとか使ってみようか。つい、この雪だるもんが戦闘に参加することは今後多分ないだろうから、貴重な機会ですよ。あ、これでハグルモンは倒して、デジモンワールドにも出てたし、おもちゃのあのキーホルダー型のね、液晶のやつで言うと、あれなんですよね。モノクロモンはバージョン4で出てたので、結構ねこう思い入れがありますね。んで、あとはデータだけなんでウイルスに入れ替えます。これおもちゃはバージョン3とバージョン4を持ってて、まあまあやったかな。一人で2つ持ってるとね、一人で対戦しまくれて、あのゲームって綺麗に育てるのも大事なんですけど、やっぱ戦闘回数プラス勝率で完全体になりやすさが結構決まる感じもあったのかな。ボーナス条件があったのか、対戦回数を見るみたいな。まあ一人でピコピコやってたりもしましたね。こういうとすげえ寂しい感じするけど、友達と公園に持ち寄ってこうなんかこうワイワイやったりもしましたけどね。超印象的なのはクラスの結構可愛い子が持ってたデジモンがスカモンだったっていうやつ。これなんか前も話した気がします。そんな思い出もありつつ、強がりサトルくん、ほんとすいませんでした。ハッカーってかっこいいなって思ってちょっと意気がって見ちゃったんです。でもやっぱ性に合わないことはやるもんじゃないですね。よくわかりました。ログアウトして温泉にでも行きます。おう、温泉行ってらっしゃい。大江戸温泉物語かな。はい、じゃあ報告戻ります。はい、報告完了。
これで今のところ重要な依頼は BBS に来ていないようだ。どこかで事件が起きていないかミレーに聞きに行ってみよう。これまたあそこ行ってみたいな話が出るやつですね。あ、シスタモンじゃないですか。こんにちは。やっと来たね、夫婦。なんで私たちがここにいるんだって顔してるわね。誤解しないでよ。あれからあんたのおかげでジムはとっても繁盛したの。したんだけど、私がそのあまりに繁盛したせいで熱が入ってまた我を忘れてしまって、ジムがあったエリアを破壊しまくっちゃったのよね。それはもうずったずたのボロボロに。うー、姉さんごめんなさい。どんまいどんまいよブラン。まあそういうわけだから、ほとぼりが冷めるまでジムはお休みすることにしたの。姉さんとクーロンをブラブラしてたらミレイさんと出会って、しばらくここに居候させてもらえることになったんです。聞けばあんたもミレイの知り合いでよくここに来るって言うじゃない。休業期間中何もしないのも退屈だから、ジムを繁盛させてくれたお礼にあんたの手伝いをしてやろうって思いついたわけ。デジモンの育て方や戦い方ですとか、その他いろんなことについて知りたくなったらいつでも私たちに声をかけてくださいね。もうどんな話が聞けるんですかね。今回教えるのはリーダーの個性に応じた特訓の成果。デジファームのリーダーの個性に応じて特訓の成果が変化する。うん、これは知ってるな。個性が耐久型のデジモンをリーダーにすると特訓をした時に HP が上がりやすくなります。活力型なら SP、 攻撃型なら攻撃力、防御型なら防御、知力、知力、素早さ、はい、が上がりやすくなると。むしろなぜ活力型って名前にしちゃったのか、 SP 型でよかったんじゃないかな。開発型と調査型は全ステータスが少し上がりやすくなるから、効率よくステータスを上げたいなら重要な項目ね。あ、なるほどね、そういうのもあるんだね。どう、分かったかしら。また何か知りたくなったら訪ねていらっしゃい。愛の伝道師であるシスタモン姉妹が何でも答えてあげるわよ。あざーす。なんか適当に話聞くといろいろいいことありそうですね。ねえ、今度一緒にだるまさんが転んだして遊ぼう。時間があるときでいいの。ダメ？結構もう、かわいいな。今度やろうな。ミレイさん。あら、あなた、その顔はひょっとして道に迷っているのかしら。そうね。中野のKカフェにずっと独り言をつぶやいているお客さんがいるみたいね。このままあの子を放っておいたらお店の評判にも影響が出てしまうかもしれない。ふふ、あの子の友達として力を貸してあげたらどうかしら。行くべき場所を見失ったらまたいらっしゃい。おー、独り言。なんだろうね、誰だろうね。雪だるもんなんかなんだかんだもうちょいで進化できんじゃん。知力80ってどうなの。あ、割といけますね。あ、じゃあなんかこのまま進化させてみるか。せっかくですしね。で、まあワーガルルモンでもいいけど、あと何がいたっけな。なんかちゃんと記憶が、あ、ライラモンね。ライラモン入れたいな。ドルグレか。ライラモンはあと5レベル上げたら一旦下げますというか、あの、退化させる予定ですね。メタルグレーモン連れて行きたいんだが、メガドラモンはもうちょいで完全体だし、マタドゥルモン、マタドルモンも多分45レベル、完全体大体45レベルまで技を覚える感じかなって気がする。うん、そうだよね。進化できないやつは45で退化させてって感じですね。OK。じゃあ中野系カフェ行ってきます。あ、じゃあここじゃん。なんでもネットで済むと思ったら大間違いだよ。はい、系カフェやってまいりました。コーヒー好きのお姉さん、ブロードウェイは広いから上の階にカフェがあると休憩できて助かるわ。そうだね。んじゃあす。あ、ヒョードル、よ、一人ごとってお前か。あ、お前さ、その、何この唐突な、なんだろう、この BL 感すごいな。あ、いや、あのさ、今どうしようか悩んでることがあって、これだってユウくんちょっと赤面してない？俺一人じゃ考えづらくてさ、
ここで話してすぐ解決することでもないし。なあ、フーデーの依頼って指名はできるのか？お前に頼みたいんだけど。依頼なんてせずに普通に頼んでこいよ、お前。そっか、じゃあお前宛てで依頼出しておくから暇な時によろしくな。ポコモンメダル。ポコモンも初めて聞いたな。マスター、あいつうるさくなかったっすか？いつもお友達とひいきにしてくれてありがとね。あれ、なんか黄色いヒョードルほどはあんまり K カフェとか通ってないですけどね。まあちょっとユウくんがじゃあ悩み事があるっていうことなんでね、こう親友として相談に乗ってあげようかなと思います。じゃあちょっと、フーディー戻りますね。一日彼女を貸してください。友達からある検証を頼まれちゃって、一人じゃ恥ずかしいからヒョードルに協力してほしいんだ。おお、一日彼女貸してくださいってどういうこと？ユウくん女装でもすんの？ユウからの依頼だ。 K カフェで言っていたのはこれか。検証って一体何をするんだろう。連絡をしたら東京ハンディにいると返信が来た。とりあえず行ってみよう。東京ハンディね。あ、自分いつも俺これに話しかけちゃうんだよね。なぜか無駄に連打しながら歩いてる。いたいた、ゆうくん。よっ、依頼受けてくれてありがとな。それでその依頼なんだけどさ、実はカップルが楽しそうなデートスポット一緒に回ってほしいんだ。ヒュウくんめっちゃ赤面してるな。なんか普通に可愛らしいですね。わかるよ、いきなりこんなこと言われたって困るよな。誤解しないでくれよな、別に変な意味じゃないんだ。実は友達に彼女と行くデートスポットの検証を頼まれちゃって。いいように使われてるの？俺だって恥ずかしいからって断ったんだけど、どうしてもって。だから頼む。頼まれた俺を助けるためだと思って、一緒にデートスポット巡りしてくれよ。協力者の人選僕で合ってるのか。いやけど女の子に頼った方がって、だってユウくん友達いなさそうだしな。ちょ、その確認のためにもちょっと聞いてみようかな。どう？女の子何言ってんだよ、無理無理。女の子誘うなんてほんと無理だし、俺女の子の知り合いとかいないし。男の知り合いもいるのか、ちょっと際どいもんなお前。やっぱりダメか。いいよ、行こう。ゆうくん、サンキュー。お前やっぱり頼りになるな。じゃあ早速だけど1箇所目、デートスポット定番の水族館に行こうぜ。すぐそこじゃないですか。あんまりユウくん友達いない説をなんか掲げすぎてもちょっと悪いね。きっといるいる友達。おお、見ろよ、ちっちゃい魚の群れが向こうから泳いでくる。あ、ごめん、水族館なんて久しぶりだからテンション上がっちゃって。ちゃんと検証しないとな。早速始めようぜ。お前彼女の役やってくんない？俺彼氏やるからさ。そのロールプレイ必要なの？だってカップルの気持ちになりきらないとデートスポットとしての価値を検証できないだろ。俺彼女役とか無理だし、お前やってよ。いや、ユウくんはマジウィッグかぶったら余裕で女の子ですよ。わかったわ、いつでも始めてちょうだい。なんて言うと思ったか、彼氏の役は僕だ。え、まあそこまで言うなら譲ってもいいけど。おマジか、今日のところは俺に引っ張らせてくれよ。これマジ狙ってんだろこのセリフ。じゃあ早くも決まったところで始めるぞ。結局ユウくんが彼氏なの？私彼女？お前さ、ここ前から来たいって言ってたじゃん。覚えててくれたのね、ユウくん。あ、当たり前だろ、他ならないお前の頼みだし。それよりほら見てみろよ、クマノミがこっちに来るぜ。かわいいな。
ファインディングにもですね、そのお前ほどじゃないけど、これゆうくん言いたいだけちゃうんか、それ本当ゆうくん。あ、いや、その、あ、あ、あっちでペンギンショー見れるってさ、行こうぜ。ごまかしたな。水族館で走るの NG よゆうくん。あれでいいんだ。あー楽しかったな。おう、それにしてもお前彼女役ハマってんじゃん。結構ノリノリだったし。おお、そんなことねえし。なんでお前俺の言葉聞こえてんのかな。それじゃあ次は遊園地に行って観覧車に乗ろうぜ。一番近い遊園地は確か、遊園地とかあったっけ。あー、そっか、あそこの観覧車今改修工事中なんだっけ。なんじゃタウン、なんじゃタウンとか観覧車あったっけ。適当。池袋はサンシャイン水族館しか行ったことない。他の観覧車は移動だけで片道30分はかかるし、どうするかな。移動中もデートだよ。もうなんか考えあんの。エデンの観覧車。え、すぐ行ける、いいところがあるって。分かった、お前についていくよ。だけどちゃんと観覧車があるところで頼むからな。ユウをアンダークーロンレベル1に連れて行こう。あ、やっぱり。てかアンダークーロンレベル1の観覧車ってなんかすげえ錆びれて廃棄処分されてる感じの見た目のやつじゃないの。そんな感じじゃなかったっけ。お、いつもお世話してくれてありがとね。お礼の品を送っておいたよ。ありがとう。ええやつやないか。アンダークーロンレベル1、これ絶対なんかチンピラかなんかに絡まれて、なんかこう優が女の子と勘違いされてみたいな、そこまで行くかわかんないですけど、なんかチンピラに絡まれそうな気がしますよね。アンダークーロン、あー違う違うぞ、レベル3じゃないぞ、間違えちゃった。こっちね、レベル1。あ、これか。あ、なんか普通に動いてる観覧車ありましたっけね。これ乗れんの。ヒョードル、観覧車ってこれのことか。これどこから乗るんだ。まあそうだよね。閉まったみたいな顔してんじゃねえよ。扉開かないみたいだし、絶えず回ってて乗れるタイミングもないし、観覧車は絶えず回ってるもんだけどね。まあいいや、観覧車は外から眺めて乗ってるつもりで楽しもうぜ。これあれじゃん、最初向かい側に座ってこうドキドキしながら横にこう座り直すみたいな、なんかこうそういう甘酸っぱいやつ。ここもお前来たがってたよな、しかも夜に。夜景が綺麗ね、ゆうくん。おっと、あまり揺らすなよ、もう結構高いところまで来てるんだからさ。高所恐怖症なのね、ゆうくん。ううん、違うよ、揺れたら危ないし、それに偶然お前にもっと近づいちゃったら俺持たないよ。持たないよじゃねえよ。なあヒョードル、下に着くまでの間だけでいい、手つないでもいいか。ゆうくん、ちょっとゆうくん。お前乗り良すぎだから。そうですか、そこまで乗ってくるとは思わなかった。漫画でこんなシーンあったからからかおうと思って行っただけだったのにさ。いや嘘だね、お前はそれにかこつけてヒョードル相手にそういうことが言いたかっただけだね。おうおうおう、そこのバカップルども、絶対来ると思ったわ。のぶとい声の割にはなんかこう痩せてますね。こんな公共の場でイーチェクライーチェクラしやがってよ。それはあれか、独り身の俺への当てつけか。なんだよあんた、言いがかりはよせよ。あん、言うじゃねえか姉ちゃん。あ、ほら、ゆうくんが女の子に間違えられるところまでぴったり完璧。いやー、未来予知能力怖いわ。
俺はてめえらのせいで気が立ってるんだ。さっさとここから消えろや。ヒョドル、聞かねえなら実力行使してやるぜ。今日こんなチンピラ吉本新喜劇でも見ねえよ。今も吉本新喜劇ってやってんのかな。1,2 駐在さんだーとか、もうすげえ見てましたね昔。やべえスタンダルウェイ。あ、久しぶりのライラも加入ですね。いけライラシャワー加入ですねって俺が入れたんだけど、毒毒。早く45まで上げて退化させちゃいたいですね。どんどん先に進めたい気持ち。あと忘れてたんですけど、さりげなくですね、戦闘の難易度をハードにしてます。なんかちょっとぬるいし、ちょっとやってみようかなと思って、実は何回前だろうな、5、6回前ぐらい、もうちょっと前かな、そんくらいからさりげなくいつの間にか難易度ハードになっております。だから結構強いですねやっぱりね。こっち完全体だけど割とやっぱ火ダメでかいもんな。火ダメでかいっつってもまあ殴り合いにしかなんないんだけど、まあとりあえず1人落としてみよう。これあとっていうか控えに何いるんだっけな、なんか適当に入れ替えすぎてもう分かんないんだけど、いてー、よしこれで土だるもんはもういけますね。うん、オッケー。でお互い、あーなるほどね、これ微妙やな。まあなんかせっかくだし入れ替えるか。ワクチンに変えてもねみたいなところがあるんですけどね。毒ダメージ超強いね。毒と猛毒って別なのかな、一緒。なんかだんだんダメージが増えてってたようにも見えたんですけど、どうなんだ。ホーリーライト、ファイターネイ。これ水には何属性が強いんだ。まあ、つっても雪だるも水しかないけど。お、いいね、スタンいいじゃん、やるじゃん。ガイアエレメント。水はやっぱり雷？あ、違う、草木に弱いんだね。なるほどね。なんかちょっとこう、なんていうんですかね、すくみ2つあるのは分かったんだけど、どれがどれだっけみたいな感じがまだちょっとありますね。てめえらどうかお幸せに覚えてろよ。勘違いしたまま去っていっちゃった。助かったみたいだな。お前もゲコモンぐらい出せや。ヒョードル、かばってくれてありがとな。あ、てか今日は俺が彼氏役だろ、それ俺の役目じゃん。なんで彼女役のお前が決めちゃうかな。ゆうくん間違いなく女の子だよ。まあかっこよかったけどさ、ちょっと悔しいくらい。これ完全に赤面してるもんな。なんでもないよ、次に行こう。次がラストだ、最後は定番のあそこだな。定番ブロードウェイでしょ。あー、じゃあ K カフェ、あ、まあまあ7割合ってた。はあ、やっぱマスターのコーヒーは絶品だな。俺たちにとってはいつもの場所だけど、やっぱカフェってデートの定番だよな。お前さ、今日の依頼嫌じゃなかったか。いきなり何聞き出すんだよ。気にしてない、それならいいけどさ、男2人でデートスポット回るとか恥ずかしくて嫌なもんだろ。まあね、
そういえばお前ってどんなに嫌がっても俺に付き合ってくれるよな。なあ覚えてるか？小さい頃俺がお化け屋敷に入りたいって騒いでたこと。昔遠足で遊園地行ったじゃん。ちょっと外れたとこにある小さい遊園地。俺お化け屋敷ってテレビでしか見たことがなくてさ、入りたくても一人じゃ怖くて無理やりお前を引っ張って行ったんだ。お前泣き叫んですごく嫌がってたのに俺がわがまま言って、でもお前頑張るって言ってくれたんだよ。そしたら出てくる頃には俺の方が泣いててさやっぱまあそういう展開だと思ってる。お前が褒めてくれたんだったな。思い出したか？なんだか懐かしいな。なあもう少し時間あるか？付き合ってくれた礼も兼ねてケーキおごるよ。一緒に食おうぜ。この辺でいいよ。今日はありがとな。デートスポットの検証もできたし、久しぶりにお前と遊びに行けて楽しかったぜ。なあお前は今日行ったところでどこが一番良かった？そうですね、まあ、やっぱ経営カフェじゃない？そっか、わかった、覚えておくよ。おう。なんだか久しぶりにゆっくりと過ごせた気がする。このところ慌ただしかったし、ユウも気を使ってくれたのだろう。さあフーディーに戻るか。お、視線を感じる。あいつ僕以外に友達いたっけ？あ、ほらやっぱりだと思ったよ。友達狂言説っていうのをね、こうあの会話が終わった後に言おうと思ってたの。だっていなさそうだもんね。またなんかすげえディスっちゃってるけどはい、セーブしますかってことなんで、まあ、ちょうど節目ですね。次8章ぐらい、もうなんかチャプターの数字がたまにしか出てこなくて全然記憶に残んなくなっちゃったんだけど、はい、まあゆうくんとイチャイチャもしたってことで完全に狙ってますね、作った人はね。はい、まあそんなわけで次回またね、こうがっつりした話が来そうな気配も感じつつ、この辺にしておきたいと思います。どうもありがとうございました。